あ、はい、さあ今年最初のスパツ X NBC ランバと、じゃあそろそろやりましょうね。じゃあ皆さんエントリーお願いします。はい、やりますよ。何でやるかわかんないけど、一応今暫定で8人なので、どうしようかな。もう8人だし、普通にランダム2オンでいくかな。ですね、今日はランダム2オンでやりましょうか。まあ、ただまだ2人来てないんでね。はい、やりますよ。あ、なんか9人ですかね、今は。9人なら 3-on-3 かな。で、まあ総当たり。じゃあそれでやりましょうかね、今日は。じゃあもうチームの方、くじ引きで決めちゃいますね。
はい、上からトマトさん7番ゆうべがさん8番あれやばいぞ。はい、私ゆうぶるさん4番はい、長島さん6番山本さん9番これ1個もう決まりっすね。はい、バイパーさん3番カオシムさん1番はい、デイヒー2番ってことはペコさんが5番はい、普通に1,2,3,4,5,6,7,8,9ですね。ということは、カワシム、ヒデ、バイパーチーム、ユーズル、ペコ、中島チーム、トモザ、ユーベガ、山本チーム。いやまさかのベガ2体がね揃ってしまいましたけどね。3オンでリーグなんで3試合で終わっちゃうんですけど、あの2人2キャラにするかっていうことなんですが、どうでしょう。なんだ今の、両方ミスって空中投げ、もしくはあれでいいんじゃないですか、あのこの間の 4-1 みたいに1人ハテナハテナを入れといて、うん、いや、そうじゃなくて、いや、その3人の中から1人出て、で誰か選んでやるのを、まあ、決めとくか、ランダムにするかは相談。いやでもそれだとめんどくさいかな。まあでも 6-1-6 はちょっと多くないか。でもな、 7-on-7 とかやったことありますもんね。別にいいかな。はい、トーナメント表できましたが、一番重要なベガ2人がまだいない
ぽい。どうしようかな。じゃあ、誰か席を立った人に今日の大会形式を決めてもらいましょう。もしくは、今から来るベがどっちか。え、あれですか？クーペもプレクーペもお台場なんですか？あ、プレーはあれですか、キャラ別ですか。そうですよね。それもう毎回恒例なんですね、それは。ああ、定番に。いや、でもサードのシステムでそれ流行るのすごいですよね。そうですよね。キャラ愛のみで戦えと。そうですよね。はい、でも一応あれですか、それも5オンなんですか。じゃあ、まあ、5人以下も揃わなかったらいるけど、基本5人。じゃあもうあれですか、その剣5体が3チームあるとかはあるんですか。あ、あれなんですね。そうですよね。上の方っつうか、なんか剣とか剣ユンチュンリーとかはいっぱいいるイメージなんですけど。そろそろやります。やりますが、じゃあ川島さんと山本さん、ですね、トーナメントはできたんですが、全員2キャラずつにして6オン6にするか、4キャラ目っていうことで1人だけその中から出て1キャラにするか。はい、参加費まだの方お願いしますよ。まあトーナメント見てからでもいいですけど。でも6音6はランダムでもいいかな、キャラは。はいはいはい、エントリー費まだの人ね。はい、お願いしますよ。もう6音6でいいかな。ね、1人2キャラでいいっすね。で、はい、同キャラはなし。足りないよ。同キャラはなしにしますか。なしですね。な、うん、しか、やばいな、長いな。じゃあそれで、2キャラ、1人2キャラです。3オンなのに1人2キャラです。で、サブキャラは別キャラで。あと C チームが2人まだいないんで、はい、のんびり A 対 B やりましょう。はい、今のうちに、ね、いやじっくり時間かけて。でもあれですよね、別に個人ではかぶりなしだけど、チームメイト内の、チームメイト内、あくまで同じ人が同じキャラはなしってだけで、そうそう、チーム内でかぶるのは全然大丈夫です。そうです、自由です。え、自由、自由だけど同じキャラはダメって。あ、でもニュートンいつもあんま決めてないですよね。うん、どっちでもいいけど。ニュートンはいつもルール無用なんで。じゃあまあ2キャラ目は何でもいいっていうことにしましょう。はい、武器の使用以外の全てを認めますって。はい、あ、それだったらなんかバルログはどうなってなっちゃうんで。バルログ使えないですね、そういえば。爪 S、 そう、 S で爪を取ってから対戦とか。拾ったら負けとかだったらなんか相当めんどくさいことだ。拾ったら反則負け、拾わせる大会になっていますよね。それちょっと面白いな。それなんかちょっと言ってみよう。バルローが爪を拾ったら負け。別に落とすのはいいんだけど、その後拾ったら負けっていう。いや、それなんかそういうなんかローカルルールないかな。
来ない。これ来なくてもペナルティとかないんすよね。の場合はとりあえずどうしよう、 A と B でやっちゃってもいいのかな。 A と B でやっちゃっても超長いですからね。6on 6なんで最高11試合まであるんで、あるよね、ありますよね。対照戦になると11試合目だと思うんだよね。おっし、あ、来ました、ベガ1人目、警察官の方が見えました。とりあえず警察官の方見えたんでやっちゃいますか。じゃあ A 対 B でやりましょう。じゃあ、A は川島秀でバイパー、B は、中島ゆうずるペコかな。なんで、じゃんけんで関と後出し、そうっすね、じゃあ関か後出しのじゃんけんをお願いします。いや、それはいいっす。ああ、はいはい、とりあえずじゃんけん。あ、俺らのチームいいね。俺いいや。最初はグーじゃんけんほい、はい行こうでしょう、はい行こうでしょう、はい行こうでしょう。後出しあんま意味ないかな。ちょっと待って、あれなんか、はい、なんかニコンがいいとかあります、ニコンがいいとかあります、ニコン側がいいとかあります、大丈夫ですか。じゃあいっか、じゃあこっち後出しにするんで、はい、席を決めてください。席決めて座ってキャラ選んじゃってください。てヒデ試合だよ。だから試合だからコンピューター戦とかいいから。じゃあヒデ失格。ヒデ失格かな。失格か、もしくは他の人の参加費を今から回収です。いや、それコンピューター制やってるとゆうべかさん入ってきちゃうからダメだよ。取り締まりが始まるね。そう。いや、対象になってるかわかんないですけど、パトロール始まるかもしれないんで。ほら、始まった。あ、検挙されてしまう。だから大会だ、もうやるって言ってる。じゃあもういいよ、川島さんでいいよ、もう。あ、ヒレを引きずり下ろしてもいいけど。あ、多分あっという間にこの警官が、はい、早くしね。ああ、はい、はい、検挙完了。はい、です。どうしよっかな。あ、ワンピーが川島ひでバイパーチーム、 2P がゆうずるペコ中島チーム。で、ワンピーが先出しのヒデ DJ がスタンバイしている。さあ、そこに誰が行くか。はい、ペコさんが、まあ誰が行っても、これは何でもいいって言ってるんで、うん、誰が行ってもまあここは大丈夫でしょうから、はい、これコンピューターのホークにお願いするっていうのは。コンピューターのホークの方が1ラウンドで負けてたんですよ。いきなり勝率並んだらどうしますかね。代表者11になったらもう1回はやっすね。代表者ですかね。代表者1キャラで一発でいいんじゃないですか、うん。得失点とりあえずなしでやりましょうか。さあ、こんなん誰でも倒せるっていうペコさんが言うんでお願いしました。あのまま CPU ホークに任せといても大丈夫だったっぽいですけど、ね。あ、大丈夫なんですか、ちょっとそれ次回検討して。さあ、ジャンプチューパン。さあ、お、意外とまさかの展開が。おっと、ちょっと
こんなとこで新年いきなり運を使ってしまっていいのか。あ、さあ、トモコさんも来て、警官じゃない方のベガが来ました。あ、じゃあ今日6-on-6なんでサブキャラをちょっと考えておいてください。あ、じゃあ100円ください。あれ、さあ画面端なのにめくりを狙っていく。お、ちょっと、はい、ヒデさんにいいことを教えると、画面端はめくりできないです。多分知ってると思うんですけど、ただの高いジャンプですね。ありますね。さあ、あるのか。さあ、一部で結婚説の流れたペコさん、全くの誤報だったらしいですけど。いや、なんかそういう風に言ってるチュンリー使いがいたんですけど、全然違ったらしくて。はい。いや、いいですね。いいんですが、まだなんですよね。はい。お、ようやく。危ないです。さあ、予定通りになってしまいました。さあ、普通にオアシ対空でやってほしかったですが、どうでしょう。はい、次ペコ流。まあ、ヒデを使い切るっていうのはありなんじゃないですかね。使い切っちゃう。使い切る。まずはね、ある意味ね。お、パイパーさんが行きます。お、出ました。さあ、竜を 見たらもうガイルで行かざるを得ないバイパーさん。お、大足に大足返す。の飛んでいる。高いじゃない、低いだ。低いアントビできた。あ、でも今リバサじゃないんで、もしかしたらリバサ出したら落ちるのかもしれない。あーですね、そういうの結構あります。さあ、いやらしいやつ、スタちゃんっぽいいやらしいやつ。あー、竜巻。さあ、右から竜巻。おっと、もったいないぞ。さあ、あとは、余計なものを食らわないで、どっかでパナせばいいと思います。お、避けた。打っちゃった。そう。だ。いや、今のペコさんのお足出ましたね。この辺で多分足を出すだろうで、出しとくやつ。さあ、出しとくやつで。2人抜いた。2人目。いやー、これヒデじゃないですか。ヒデ、カーシムさんってことはザンギなのかな。キャラは、おっと、 DJ 今日人気ですね。みんなのサブキャラ DJ。 はい、ただメインにしてる人ほんと少ないですよね。 DJ メインはいません。ユーズルさんぐらいしか、私しかいません。なかなかいないですよね。関東で非常に人気が薄いです。大阪とか行くと3人も4人もいるんですけど。あ、やっぱ違うんですね、西と東で。そのキャラ分布とかはね、みたいなんですよね。まあ、確かに西だとバルログとかももいっぱいいるんですよね。いますね。ちょっと関東はやっぱ随系好きな人が多いんで、あんま トリッキーなのは好まれないんじゃないかなという感じですね。さあ、ショールで落として、さあ、ちょっと、はい、お、落として、さあ、もう DJ は飛ぶしかないぞ。飛ぶしかないので
あんまり打たないでいいですよ。あんまり打たないでいいですよ。さあ打つ。おっ、おー、やったー。なんか DJ って自分から攻めに行かないといけなくなった時になんか辛そうですよね。そうでもないんですかね。なんか体力が同じぐらいの時はなんか、さあ誰を、2人目ですね、まだ。4強相手に辛い印象。確かに格下にはなんか圧倒的に強いイメージはありますよね。お、お、早くも中島がいるが、はい、4強相手には、いや、ダルシム以外はかなりいい勝負できると思います。おお、はい、あの できるとは言ってない。お、できるとは言っていない。はい、僕ができるとは言っていませんが、いい勝負はできると思います。バイソンなんかは関東の人結構嫌な人多いんじゃないですかね。お、あのソニックにすら合わせるのがいいですね。あれもそうなんですね。まあ、端まで行っちゃうともうかなり狙いますね。おー、いい飛びが。今のタイミングだと通常技はちょっと間に合わないですね。そばっとから入った。あ、ミスる。うわ、生き延びる。さあ、打ち OK か。いや、あれ強い。うわあ、あれ強いですね、あの中間。さあ、これ3人目。さあ、ゆずるさんが行きましたよ。チュンリー、はい、こんばんは、ヒデチュンリーです。久々ですね、マイク持つのニュートンで。あ、そうだね、かなり来てなかったですからね。全然だって来ないんだもん。あ、さすね。あの、ちょっと今年は一つまた頑張ろうっていう風にちょっと心機一転またかっていう。いや、まあね、一つはね、楽しいんだよね、やっぱ楽しいよ、情熱の一つ。さあ、いいのから入って、あ、いいね、今のすかし投げ。さあ DJ のことは知り尽くしているゆずるさんだが、これはいい飛びですね。投げて、さあ、お互い玉打ちでちょっと様子見、相打ち、ちょっとリレーブが悪い。さあ、ここから、さあ、厳しいか。チュンリーの通常技強いぞ。あ、エンダイパンで落ちない。あれは落ちないですね。タッシュ系とかの方がいいかな。さあ、もらって、もう一回おかわりくん。うっ、熱い。うーファーから、ったー、おもらし戦ですが当たる。これはチュンリユリ、チュンリユリですね。おー、チュンリユリですが、DJ 側がうまくやれば DJ も全然試合を取れるっていう。こうなると厳しい。さあ、どうする。いいですね、落ちない高さ。うわー、前歩き吸った。しかし撫でて、スタンスがやばいが、こする、いい体育。ここからめくる。痛い。これピヨっちゃうんじゃない。お、めっガード。あー、やばい、これは TBS。 あー、あーっと、よく頑張った。この頑張りが生きるのか。パコンは溜まった。どうする。あー、中継冷静な体育。さあ、一巡して次4人目。これ？お、バイパーさんが行った。ここはホークでしょうか。ホークですね。で、残るが相手側がユーズル、DJ、ペコ、エスケン、中島さんの2キャラ目が何かがわからないが、まあ、
キャラ的にはこちらが結構部があるのかな、どうなんだろう。ああもう、ね、厳しい。こういうことですね、チュンリーは俺に任せとけと。まあバイパーさんチュンリー殺し慣れてますからね。そうですね、もうよく殺してますからね。さあ今の大パンから中キックまで繋ぎたかった、しゃがみぐらいだったから。さあ地獄吐かせて、アントビーちょっと高かったが、あ逃げられない、あいい飛び、あやっぱり餌食に。今ね1回目の飛び落とした後の飛びが高めだったんで、大転生で暴れたかったですね。あかもしくは中足からちゃん転生とかで冷静にしっかり対空っていう形で落として画面端脱出すればユーズルさんにもワンチャンあったかなと。らしいです。はい、あいや聞いてなかったです。はい知ってます。さあここで昇竜拳とペコエス拳が登場。さあ今日は豪気ではない。いや課金は知ってないですからね今日。さあお互いに地上戦、じり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 弾も打たない。バイパーさんが波動を見てからコンドルを合わせる自信があるのが知っているから、しかし吸われて捕まった。どうなる2回目、もう1回で死ぬぞ。どうする3回目完成、何もできず。今日の話、台風の精度、バイパーさんバッチリですね。お飛ばしてますよ。やばいぞ、終わるぞ。終わる終わる、やばい、終わる、終わるのか。お暴れたか、うっ、お、TV。 さあ、ゲージがあるぞ。さあ、ペコさん、厳しいが、そうなんです、波動の緩急でダメージは取れるんです、画面端だったら。で、こうなんですよ、結局飛び込んだら台足がかくると。さあしかし踏み込み返し減る。あーしっかり逃げティア体育、これがペコさんのやはり実力ですね。おいですね、あんな体力になっても慌てない、冷静でしたね。さあダイヤ決まって、いや厳しい、これがエスケンフォークだと言わんばかりの。さあ見ている、厳しい、厳しいですね。あこれは TV がないと厳しい、見ている、ガードで十分だと。さあこの竜巻は何も起こらず、タスコパンダ打ち、俺かな。これ5人目ですね。いやヒデとかいつでもいいからもう出て。お、カワシムさんが先に、ということはヒデが大将。ヒデが大将はダメじゃないですか。試合を捨てたか。そう、そうともそうとも言えますね。逆に言う、もうカワシムさんは追い込まれている。カワシム、あ、なるほど、自分を追い込むことによってこう、はい出せる力があるという、それは言えてます。そうですね。さあいいですよ。さあまあそうでしょう、倒して届かない、いやー置いてあった。さあ自分を追い込んでいった川島さん、これはこうそうっすか。さあ痛いの入って、うわ痛い。さあコンボはミスらないペコさん、飛び1回で終わってしまう。そうですね、もう竜巻で錯乱はかなり有効だと思います。うおー歩いて投げていく。さあなんかごちゃってごちゃってもスラスト、スラストが強い。さあスラで大足消える、逃げる。わあ冷静に対処。さあ川渋さん後がないですからね。そうですね、うん頑張ってます。あ C クレジットの C。さあ中島さんは、はい、ホンダ
はい、カワシムチームだけ、5オンになってますからね。あ、そうですね、ハンディキャップマッチになってますね。カワシムさんが実質最後の一人丁寧に。さあ、わかんない、わかんないぞ。わかんないです。ああ、置いてある。さあ、ジャックズ渋いですね。まあ、ホンダダルシムは。ダルシム側も難しいですよね。いや難しいですよこれ、ね、よくわかんないですよね。よくわかんないんですよね、はい、なんか真上に来られると結構やばいんじゃないかっていう。なんかダルシム有利とはみんな言うけれど結構負けれますよね、はい、普通に。そうですよね、まあ、安定はかなりしづらいと思います。さあインフェルノ5ヒットしちゃう。うわー、フルヒットしました。いや、さあ大将 DJ でしょう。これね、ダルシムチュンリーで残しての 1P 側はかなり優勢かな。さあお互い大将、ヒデだから大将戦待って待って、大将戦じゃないでしょ。大将戦マジヒデ忘れすぎだわ、このゲーセン。おいしい、いい当たり方。いい間合いをキープ。ちょっとお、いい対空だが、ちょっとダメージが心配だな。大丈夫か。 DJ のジャンプ大キックの方が減ってますね。減ります、うん、超減ります。さあ体力負けしている、どうする。うわー、バカになって冷静ガードだが、おー、奇跡が落ちた。来た、これがテルシム、カワシムさん。ワビがリーチかかる。さあ大将の意地を見せる川島さん。いい相打ちだが負けている。いいですね。さあゲージ持ったが、こうなると川島さんが余計なことをしてくれることをユーズルさんが願うばかりか。いいですね、無理はしてない感じ。時間もたっぷり使って、さあマジか、相打ちで負ける。うちょっとスタンチやばいぞ。そう、あー完璧な中足小足インフェルノ、完璧でしたね。さあカワシムヒデバイパーチームの勝利。はいはいはい、じゃあ B 対 C、はい、じゃあユーズルペコ中島チーム対友田ゆうべが山本チームでやっていきましょう。コンパネジャンテンから。これ C チームごついね、結構ベガベガ竜ってやばくないですか、メインキャラが。でさらにサブキャラがバイソン DJ という結構極まってる感じさあ今日の警察はどうなるか。いやこれはね、あの厳正なるくじ引きで決まったので ね、まあそうですね、うん、不正はありません。不正はありません。ワンピー、ツーピーか、あと先出しか後出しか。ツーピーが後。コンパネ選んだので。ああ。選んだからじゃあ先出しはツーピーですね。2キャラ持ちです。2キャラ、1人2キャラです。1人2キャラ持ち、かぶりキャラなしですね。うん、さっきとは別のキャラでも別にいいですよ。お、なるほど、うん、まあメインキャラはみんなブレないでしょうね、さすがに多分ね。さあ、山本、友田、ゆうべがチームは誰から行く。まあ、おそらく友田さんはバイソンベガで、ゆうべがさんはベガ DJ でしょうね。山本さんが竜と何かっていうところか。対するユーズルペコ中島チームはおそらくさっきの試合と同じメンツの可能性が高いかと思いますね。
さあ先方は山本さんが龍か龍で来た、メインで来た、しした。さあこれに対して B チームユーズルペコ中島チームは誰が行く。さあこのね CPU 一人目終わるまでにはそうですね乱入してください。これ終わると失格です。失格やばいな、不戦勝すげえな。山本さんが負けてしまっても失格ですね。そうですね。ちょっと山本さん山本さん、あ、山本さん負けてしまうとまさか負け待ちか。わざと負けて相手を失格にするという戦術か。ある意味ありですね。ありですね。あ、お、乱入が間に合ったようです。ボタンを押して、まあ大抵よくこういう大会とかって1ラウンド終わるまでっていうのがあるんで、ね、やっぱり、うん、あの癖で押しちゃうんでしょうね、うん、1ラウンド終わる前に。確かにね。さあいきなり V カード中島ガエルが登場。いきなり来ましたね。さあ中島さんのガエルはかなり強い。おーっと、こわこわこわ。さあ、スタブやったところになぜか竜巻。これはいい竜巻。いい壊しからの台足。さあ、ゲージもバッチリ回収してガイル側かなり苦しいが、まだまだ時間はたっぷりといったところか。いいですね、刻み方がうまい。さあ、チラシ暴れている。うおー、俺は噛み合って昇竜拳ですね。今リバサダブルだったらどっちが、あ、ちょっと危ないかもしれないですね。4フレ発生なんでワンチャンショウル負ける可能性まで出ていますね。遠目からの負けるワンチャンどころか負けると、ワンチャン確定だと、そんな関係ない、負けると。さあ中島ガエルがいい感じでダメージを取って、さあシンクぶち当たらなければっていったところだが、しっかりガード。こうなるともう龍が、あ、おっと、あ、1ですね。はい、さあ開幕かみ合った。今のはちょっと安かったか、投げ漏れだったんでしょうかね。おそらく第5ス中足ファイヤー波動っていうビジョンが見えたんですけれども、うん、おそらく投げの方が先に受け付けしてしまったっていうところか、うん、さあそれがちょっと響いてきたか。体力負けが結構きつい、厳しい。いやー、そうだった。あ、2人目はやはりサマーの、やはり出し漏れに対して1回お仕置きしとかないと、まあそうだね。サマーまたやっちゃいますからね、ガイル側は。あ、こいつ最大出せねえみたいな感じで。山本さん2連投、2連投でキャラはバログ、なんと。さあ赤でかぶせてきた山本さんだが、ハスラーさんではありません、このかぶせ方は。さあバルちゃん来たとコメント勢も大喜び。あ、ちょっと遅かったか。これね、ガエルに対してスラーやばいんですよ、超効くんですよ。知ってる知ってる。ですよね、スラー超強いよね。あ、強いですね。しかし今いなされてるのは、お、さあこれは相打ち、これは厳しいか。うっ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 、あー飛んでしまった。いや、バルログで飛び道具垂直飛びするの結構難しいんですよ。結構難しいですさあスカイハイクローから、あれノーリスクでいいよね。おー、様で切れない。あ、これですね、これ、ここここれいい前ですね、うん。あ、バカになって、あ、これはめくりがガードされたが投げて、今度はチューパンチューパンソニック。さあ暴れる、暴れる君もびっくり。あ、ここですよ、これこの場合、この場合。いや厳しい。
あーうちこれがこれですね。マジ爪反復だろ本当。ガイル戦はなんかあんまりひょうひょうしなくてもいい感じですかね。逆にピョンピョンするとサマーとか生きられますからね。でめくられて死ぬみたいな。さあ暴れたところが地上で生きると思うんですよね、バルログも。で、ね、まあソニック見てから飛んで、あーそうなんですよね、これ難しいんですよ。さあいうまくいまして、爪が取れない、取れないまま試合終了。さあここで友田ゆうべががどっちでいくか。ガエルに対してはやっぱ DJ でもいいかもしれないんですけど、友田さんのバイソンでも全然いけるっていう。バイソンかな、バイソンかな。友田さんが座った。おーっとベガから来た、ベガ。いやこれも確実にユーベガさんがいるからベガ俺一体目行くわみたいなそんな感じの会話が聞こえた気がします。行っとくみたいな、うん、ちょっと一本行っとくみたいな。さあその一本行っとくは正解っぽいぞ。かなりはい一本いとくやめて、冷静な俺のマイクの分析しないで、恥ずかしいからさあここは突っ込んでいく。おっとクーナデからこれはバレている。3ヒットからめくりにいったがガード画面端、遅らせ中出し。さあソニックで追っ払うがちょっと危ないぞ今の。ナイトミが食らう可能性も出てましたがなんとかなった。さあこれはお釣りはな、あれお釣り何なんだろう。あっと、うわー遅らせさあここでどうする、どうするかな。友田さんね、チュンリー戦相当やり慣れてるので、ユーズルさんのチュンリー出してもちょっと厳しい可能性がある。ほう、ベガ勢は絶対チュンリー殺すマンですからね。いやそうなんですかって勝手なあの個人的見解ですが、正解徳井さんおるんすか。 S 流、 S 流なんとテコエスリュー。徳井さんって誰、わかんない。徳井さんって何だ、リングネーム。さあピヨッタデンデンデン、あー死んだ、あー終わっちゃった。デン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 、飛び1回で終わります。ベガはベガ10割、ファコンゲージなくてもこの破壊力ですからね。ああ痛い。まあベガの面白さですよね。まあそうですね、うん、1回の飛びをいかにどう盗むか。さあしかしこうなるとリューペース最後の着地にダイヤ昇格らせてペコリューチェル。ペコさんはリューチェル疑惑だった。あなるほど、今日前村さんとやったと。もう前村さん久々に名前聞きましたね。さあこれは暴れた、マジか、中足に割り込んだのか、壊しとか。いやーいい打ち方、うわめくってガードなでは通らず、うわー出たー、これ厳しいあれね、 S 流の竜巻ずるいんですよ多分ね。前村さんもよくやってくるやつなんですけど、あの竜巻の回転数を利用してらしいね、あの立ちガードしないとやられるパターンですね。さあここで4人目友田バイソン、ユーベガさんを2回分後に残しておく形ですね。そうですね、ただまあその方がユーベガさんも多分伸び伸びやれる可能性高いですからね。うん、俺には2キャラいると。なるほど。さあガーフ竜巻から、あれガーフ竜巻あるのやばいんですよね。するさあわー出なかった、どうなる、竜巻暴れダメ、
もう一回、どうなる、呼び合い、勝利、出す出す、気合いすぎる、マジか、あんだけタスマキ2回阻止されて出すとは。まあ出し得ですからね、一応やられる可能性ありますけど。さあ、ガーフタスマキめくりだからガーフじゃねえと。S 流見るとね、前村さんよりね、タツマキ流の方がイメージ強いですね。うわ、さあ、完璧にボコしていく。さあ、これでまだ B チーム2人目で、残すところゆうべがさんの2キャラ残ってるのは、中島さんの本田、ゆうずるさんの2キャラ。いや、まだ決まってないからね。まだ決まってない、うん。さあ、ゆうべがザンギーっていうか、ゆうべがザンギーないでしょう、思ったんですが、ゆうべが DJ でしょう。 DJ ですね。さあ、こっから始まる、はい、ポリスメン出動。さあ、最近ゆうべがさん、アイコンがいいですからね。警察関連のアイコンが多いっていう。もうなんかお気に入りっていう。残りの星はあと4人見ている。あ、そう、飛びからだったら出ないですよね。か、マジか。あ、出ない、投げられて勝利。これは厳しい。あ、ここは踏まされた。そうですね、関東 DJ 少ないですね、やっぱり。さあ、厳しい厳しい、どうする。ちょっと冷静になるペコさん。まあ S 流そこまで隙が、あー、これはレンガになった、運がいい。うわー、いい飛び、間に合う。やはりね、 S 流のこの波動の硬直の少なさがスパコン出せづらくしてますね。さあ、踏んで画面端、ゲージもないから地獄。いやいや、見てますね。スライディング絶対もらわない前で打ってる。なるほど、うまいですね。で、ダイヤシ波動で追っ払うと。さあ、ここはジャックで切って、しかし昇竜撫でて、これは勝利割り込むんですよね、遠いから。さあ、厳しい。おっと、飛んで空対空で、しかし中足隠れ。さあ、あとがない、あとがなくなった。なんとびっくり、ここで逃げ切るぞとゆうずるさんが。さあ、来ました来ました、警察が、警察来ました。さあ、 S 流でなんと3盾、これは大きい。残るは5キャラいますからね、 S 流含めて。これはでかい、5人ですね。残る星はあと5人。しかし、まあ5キャラいるけれども、ワンチャンしてくれるのがゆうべがさんだと思ってしまいますからね。さあ、厳しい画面端のひたすら波動連打。しかし、あー、こっから、しかしてガード、うっ、踏んで、あー、コッパン対応いいですね。あー、なっけ。さあ、体力はゆうべがさんが2ドットほど有利か。あ、微妙だな。そう、さあ、踏んで、踏んだ、スパコンもあるから S 流厳しい。どうする、最高暴れて時間切れで終了かな。時間が、あーですよね、残り時間02からナイトミア一発目出されたら、まずまずもう何もできないですからね。出すでないですね。来た、壊し台し波動。うわ、マジか。これが S 流のペコ、逆に出ないに送らせて波動ですね。あー、ガードして、あー、いいですね。 S 流のこれは台足かくんない、大サイコだったからよかったのかな。あー、これは危ない。うわー、一瞬の隙を突く投げ。さあ、残り4キャラ、ワンピー側、ペコさんがだいぶ仕事をして、ここで中島さんが投入。サブキャラだが、さあ、キャラは、あ、ホンダ、ホンダ。しかしね、ゆうべがさんね、雪のホンダと死ぬほどやってるので、あとニーヤさんとも多分ホンダ戦は仕上がってる可能性高いですよ。これやばいですね。フリーカードですけど、ゆうべがさんは多分そのフリをもものともしないほどやってるので、投げて、打ち身がない、痛い。あー、中断は
済まされた。いやー、いいめくり。ホンダはね、これ雪乃さんクラスでね、やっとなんとかなるくらいだと思うんですよね。まあ、雪乃ホンダかなりボコボコにしてますけど、よくビッグワンで見てます、対戦を。さあ、こうなると待てるんですよね、ホンダ側。体力奪っちゃえば。そうですね。玉なしには強い。まあ、あ、これはやばい。ああ、済まされた。済まされたが、厳しい。一気に厳しくなった。投げて。絶妙な間合い。ああ、めくりが絶妙。強すぎる。残り3人。ここでユーズルさん。さあ、チュンリーだが、ユーベガさんのチュンリー戦は極まっている。ワン、ファイ。さあ、垂直ダイバンから、あれいいですね、落とせない間合いの飛び。落とせないですよね、あれ。おーっと、運がいい。投げ投げ、しかし置き攻め、ガード、ガード。うまぜ、反応良すぎでしょ。見てから、投げて、投げ返して、めくりすら、ここはガード。おっ、あっ、投げる、なんと。さあ、そうですね、まあ僕ベガ戦苦手としてますので、まあヒデとは違うでしょう。さあ、これは中パン、中パンからからの投げる、ガード、聞こうと相打ち、どうだね、これ投げて、こう、そうなんですよね、あの直回り込みしようとすると、あの裏いかれちゃうんで、なんかしら刻みたいですね、やるとしたら。さあ、だ2位で削って、あ、これは迷うんですよね。ここは見てましたね。エンダイパンからやればギリギリガード間に合った可能性がありますが。さあ、しかしこのチュンリーで倒せれば、ワンピーがかなりでかいといったところが。しかし、あー、これは、これはそうですね。そして中足暴れた、よく暴れた。投げて、打ち身がない。おっと、珍しいゼロフレ投げ解消しない。あ、あ、思わずあっという声が漏れてしまう。あー、あれね、もっと めくり、あの潜り込んで、タッチ中キックで金敵で落として、あのいろいろやるのが正解だったかもしれないですね。あの前で中パン暴れをしようとするとチュンリーが負けてしまうんで、あのしっかり潜り込んで、あの近代系かもしくは近中系出すっていうのが正解でしょうね。さあ、ここで5人目ペコエスケン、5キャラ目か。さあ、これはどうなんでしょうかね。お互い様子を見て、この波動の削りは別にベガ側はそこまででもないといったところか。さあ、逆になった、波動が出せないぞ。いやー、厳しい、いい前で波動を打っている。これきついですね。これきついですね。いや、何も出せないが、シンク、あのスパコン溜まったのでちょっと離れながら打っている。さあ、7割ゲット。あー、逃げティアが強い。昇竜、マジ投げて、意味ないよ、やばいよ。ナイスガード、うっ、残り8秒だが、投げて意味ないから多分もう終わりでしょうね。あー、時間切れ。これ逆に受け身あった方が、あるまであったんで、逆に、あー、その後の展開でね。そうですね。さあ、 1P 側に再びまたリーチがかかるが、ユーベガさんは同じやられ方はまずしないでしょう。うっ、今2位の着地に台足をかからせようとしてます。やばいっすね、今の。あー、うまい、う見ている。さあ、ゲージを持ったが、あー、確定している。どっち、投げにいったが、これまたやばい。あ、ここよりまずいですね。あ、昇竜がかくんないが、どうなる、うわマジか、どうなる、熱い、ガードして、あー、昇
だったらよかったかもしれないですね。弱だったら終わってた。弱だったら終わってましたね、試合が、うん、大昇龍がなんと2度と2回までだった。あれなんでああなるんでしょうかね。ねえ、よくわからないですけれども、よくわからない。まあキャラとかあるんでしょうね。まあおそらく、うん、ザンギとかなんか3ヒット食らいそうですよね、ああいうの。うん、さあチューチューから、さあこうなると、と逃がした魚は大きいか、踏んで見ている。いや見すぎでしょ、やばいな。あ、しかしアントビから行かない。うわ、遅らせは見ている。こうなると厳しい、時間がないぞ。ミドルミドル、うわバレている、めくりもさせない。そして強すぎる。さあ気づけば対象同士に DJ ベガですね。 DJ ベガ、やばいな、おまわりさん強えわ。うわマジか、あの開幕の空対空やばいわ。まあ、おまわりさんはやっぱ負けられないですからね。そうですね、まあ日本を守るため。これはスラがかくってナディにはいかない。根性値は確かにヤバすぎですね。お、マジ？あ、これはかなり体力を取ったが、怖怖怖からないてめくりすらガード、ガードした。しかし減らねえナディが、スパコンまで釣られて、どっちな、ガードしている、硬い。うっ、うっ、あ、ガー削りかくて、ジャックで削る、ジャックで切り返したかった。溜まってたかな今でも。いや微妙ですね。うん、ていうかあそこで中パンで浮かせてしっかりと3ヒット入れるのってヤバくないですか。ヤバいね。さあユーグルさんが押されている。どうなる、さあなんとか技の牽制でなんとかしようとしているが、ここで来た。やばい、終わってしまうのか。ああ、とんだ珍しい。おお、なんとユーベガさんが珍しくミスを。あそこで前飛び何読みだったのかわからない。暴発かな、暴発でしょうね、おそらく。ユーベガさんが暴発するのってあんまりないんですけどね、珍しい。さあしかし暴発はたまたまだと言わんばかりのこのダメージの取り方、やばいぞこれ。あー、この体力差、あー、厳しい、強すぎたこの警察。はい、ヒデさん出番ですよ。さあ決勝、川島ヒデバイパー対友の座ゆうべが山本。いやこれは警視総監ですわ。警視総監、はい、書いてあります。まあ、まあ確かに今までの戦いを顧みればそのぐらいは言ってそうです。はい、カワシムバイパーです。ちょっと待って、俺の名前は、え、どっちが負けたのじゃんけ。あ、こっち負けて。さあ、カワシムバイパーチーム対友座ゆうべが山本チーム。いや、ヒデさんメインキャラとかいないですよね、むしろ。むしろメインキャラいたらしいですね。さあ山本さんが座る。ラリューです。お？ DJ？ え、DJ だろ。さあ、これは被せになっているのか。なってるんでしょうか。はい、ユーズルさん的には別に被せにはなってないんですけど。
なってないですよね。全くなってないです。さあさあ、今のところ言うことはないですが、どんな感じでしょう。コメントできることはないです。さあ、謎の上が出ている。投げ、さあ、アントビ失敗からの投げ。あ、動きはチュンリーと全く同じですね。そうですね。いや、多分あのスライディング強いから出しで当たるんだろうみたいな、そういうノリだと思います。だから側が違うだけでやってることはチュンリーというね、はい、さあ、ガードができない、ガードができないのはキャラのせいではありません。さあ、球を打たない。飛ばれて投げ抜きがない。そして踏む。さあ、鳥籠に飛び出対応している。さあ、ボタン連打で落とされる。あ、いやー、かぶせにはなっていません。僕の言った通りです。いやー、これはヒデチュンリーじゃないの。さあ、多分あのベガベガチームは順番一緒だと思うんで、だから、あのベガバイソン DJ に残す方向でね、誰を残すかで考えた方が。お、早くも、いきなりヒデチュンリーより先に。あ、これでも逆にあの青いベガを選んで動揺させるっていうのもありですよね。え、本当にやった。おお、警察出動。おっと、ラウンド1、ファイ。いや、これでも踊る大捜査線でもありましたよ。警官の服をヤフオクで落として、あの湾岸署に侵入しちゃうっていう回ありました。さあ、見事にこんな感じですね。偽警官ですかね、はい、さながら。そうなんですよね。いや、これは完全に色にやられているやつですね。まあ、この色のプレッシャーは多分計り知れないでしょうね。そういうことですね。そう、あれ映画だっけな、ドラマだっけな、忘れたな。さあ、投げちゃいました。ダブル2の後はなんだかんだ迷いますね。さあ、これもう一回山本さんってことはバルログなのかな。お変える、違うか。お、友田さんが行くのか。友田さんが座る。バイソン、バイソン。さあ、バイソン、ベガ。いや、これどうなんすかね。よくわかんないですよね。どっちでやってもよくわかんないです。さあ、まあ、バイソンなんかめくりづらいのが嫌ですよね、ほんと。まあ、確かにいろいろと当たりづらいんですけど、ベガは。なんか意外と、待ち合いができるんじゃないかな。こけたら多分どっちも同じぐらい嫌なんで。そうですね。あーって、これは、うわー、いやー、これは厳しい。いや、おそらく多分これはあれです、とりあえず青いベガをこっちに確保したかったっていう多分それを優先したんじゃないですかね。ザンギバルログ読みだった。向こうのバイソンが、それを見事に外されてしまったということでね。いやー、いろいろもったいない、いろいろもったいない。で、川シムさんはバイソンを見てザンギを投入。さあ、しかしもう
しかしもうバイソンはゲージが溜まっているので、ちょっと柵がかかってしまいます。さあさあガンガンに、うわガンガンに突っ込んでいって、体力が負けしている。さあしかし、いやー今のいけたかも。おっあるぞ。いやー狙ってた。いやでもあそこでヘッドはちょっと読めないですね。え、ピヨンない？あ、3ヒットピヨらない。初めて見た俺。あれピヨンないことあるんですね。何なんですかね。初めて見ましたよ。だってラリアットからっすよね。そうですね。ダブラリで溶かしてサイクロンボンバーで死なないは、多分 0.0 何パーくらい少ないんじゃないですかね。うわーあれピヨンなかったの完全に想定外でしたね。あれはあのカプコンに電話ですカプコンに電話、いわゆるカプコンにクレーム電話です。さあここでさあここでやはりさっさとヒデを使っていく。お、ヒデチュンリ。さあバイソンにチュンリを。ピオル？お、なんだ？さあピオル。さあ今年の運を使い果たしたかヒデ。いやーこれ使い果たしてますね。使い果たしましたねもう。はい、ちょっと帰り道とか気をつけた方がいいですね。これ危ないですね。ちょっと多分対面の相手にちょっと狙われる可能性ありますねさあ相打ちを狙われまくって、あーチュンリーは寄らないですねここでね。さあ確認ヘッドを出していく正面。あバレバレ。さあバレバレ出ない。あ出ない。うわあ危ない、危ない。さあ運の残りカスすらも使い果たしたか、はい、いやもともと運で戦っているプレイヤーですからねさあ次誰でしょう。まだでも2人しか出てないんですよね。ラッキーマンみたいな存在なんですかね。さあここで警視総監が、警視総監が、警視総監が DJ なのか。 DJ ですね。 DJさあなぜかチュンリー使いが無理と言っている。はい、これチュンリー有利です。これ絶対にひっくり返らないですよ。チュンリー有利です。チュンリー有利です。数字はつけられませんがチュンリー有利ですさあさあこれは夕べが警察に何か秘策があるのでしょうか。何かを狙ってるんでしょう。根性勝負では負けないということか。さあこける。こっからノーカードした。さあさあヒデはこっからだ。ヒデはこっからだぞ。ヒデはこっから。おお適当に飛んだ。甘えましたね。自ら卓に自ら相手に手を差し伸べていく。差し伸べた。いやエアスラガードしても勝てますよあれ。さあこれは今の草くんのネタです。草くんのネタをそのまま使っていますさあ下がっていいよって言ってるけど前に出る。さあせっかく負けたペコさんがアドバイスしてるけど聞いてないと。前に飛んだ。さあ飛んでさあとへ。何かリバサで、何かリバサでわざわざたった一回前に飛んだがために、はい、割り込んだのに返されるという。何出したの今。百裂ですね多分。逆にあそこでリバサ出して食らう技を出すの難しいですよ何が出たんだ。おガード。さあこの体力差、戦列当てても厳しいか。いや戦列当てるとすごい異色になります。
そうですね、はい、あの戦列本当に本当にもうダメ。おお、ほらいい勝負、減りすぎでしょう。いやおかしいんですよこれ、俺おかしいですよ、おかしいんですよ戦列マジで、ちょっと減ってから状態で当てるとなあの8割くらい減るんで、おかしいっすねあれね、満タンでやると半分しか減らないんですけど、 あのちょっと減った段階でやると死ぬんですよあれもうこれはもうずっと昔から分かってるんですけど、カプコンのこれカプコン電話ですね、カプコン案件ですね、もう十何年もののカプコン案件です。こんなことこういうの悪用してたら、はい、そうなんですきっとね、後で警視総監にそうなんですよねなんですけど、あそこでカーニバルやっ あの体力でカーニバルやってもあの3割ぐらい残るんですよ。カーニバルは残っちゃう、はい、死なないです、なんですかね、その3割はどこにあるかっていうぐらいあれは困りますね。さあもうヒデさんのことは話しません いやでもこれ多分意外とあの警視総監チームは予定外かもしれないですね。ああ、言うても、そうですね、言ってもあのチュンリーでベガはやりできれば避けたいと思うので、そうですね、はい、避けたいですよね。そうですね、さあまたしても草コンボ、さあベガベガでベガベガでなぜかヒデが、なぜかヒデがベガ無理と言っている。いやーこれは、はい、ちょっとここでこっからあれですよね、瀬尾さんがいてくれればみたいな感じですよね。うーん、おさあ投げられる。いや瀬尾さんだったらさ、あそこで垂直ジャンプ初期とかやるのにさ何やってんの投げられるってもう手を差し伸べてるっていう。さあ全然アントビでもなんでもない。おっと今勝ってたんじゃないか。いやわざ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 三角飛び。さあプレクーペ帰りの肌もお見えになられました。プレクーペ帰りが来ましたねやめないね、さっきからジャックキック連打してるだけにしか見えないんですけどね。そうです、そういうことですさあ何も当たっていない。さあ何も当たっていないので、あこれは1ヒット。さあやっぱり投げた投げられた。さあさっき言ったばかりなのに投げられる。何がしたいんでしょうかね。いやわかんないです。いやだから垂直ジャンプだって言ってる垂直のなんかすごいのあるじゃんあれ。やはりあれですね、自ら運ゲーに持ち込んでいくこのスタイル、たまったもんじゃないさあ崩される。いやー美味しい、これは美味しい、美味しいですね。はい、さすがです。いやー持ってきますね、持ってきますね。はい、多分今のちゃんと引きつけたら落ちると思うんですけど、ベガきついとね言っております。ベガきついですねとね、はい、多分普通に落ちると思います。あれチュンリー使いが言ってはいけないセリフですね。そうですね多分一番楽なぐらいなやつベガそれぐらいあると思うんですけど、あの緑の C、 はい、レディー11まで行くんでこれが足んなくなるんですよね。さあここで川島さん、さあ壮絶な潰し合い、さあ燃えてしまう、さあバカになる、さあまたバカになる、さあ巻き込まれて、ここがオンガード、さあ受け身がない、ノー投げる、さあこれはもう伸び伸びやってやるって感じが出てますね。やっぱさあ巻き込まれちゃう、後ろに警察がいますからね。はい、
警察の後ろ盾があればもう何でもできますからね。おっと、ああ 橋はあれがあるので危ないです。ああうまいですね、しっかり対応してますね。だあちょっと早かった。ああさあ炎症キックちゃんと見てますね。さあ来ました、さあ来ました、来ました警視総監。警視総監、警視総監自ら現場に。はい。現場に出てくる警視総監。はい。これはもうやばいです。さあやはり、あ、やはり総監は逃がしてくれないのか。いやー、なぜか巻き込まれる。ああ今のあれですかね、テレポまで読んで普通のダブル2。あ、なるほど、なのかな。で、まあ出なかったはないと思うんで。さあ見えてる。あー飛びが危ない。さあ3連打投げる。さあ、うまく避けましたね。さあ、高めで刺して、さあ、あ、しゃがんでやり過ごす。投げ。さあ、ここは読みですね。さあ、あ、画面端、さあ、これは危ない。厳しいんですが、うまく逃れる。おお、もう一回。さあ、歩いて。あー、捕まった。さあ、これで5ヒット消える。あー、いやー、ホバーが減った。逮捕されてしまう。一人目確保です。一人目確保。さあ、しかし待ち構えるのインディアン。さあ、あー、バイパーさんのフォーク。ここはガタイで押し返ってほしい。ガタイで、はい、ガタイは圧倒的有利です。2メーター10いくつあるんじゃないかもしれない。やばいですね、確か。ほんの、はい、まあ、残機で2メーター超えてたと思うんで、フォークは2メーター10いくつだった。さあ、地上。うわー、あ、うまいっすね今のも。さあ追いかける。いやあ。うわ。さあカニが重たい。さあ一番減る通じや技の強キックは伊達じゃないですね。伊達じゃない。はい。中キックより判定強いんですよね、台の方が。判定は強いですね。うん、隙はその分大きいですけど、うん、ですね。さあ、止めて逃げる。おー、もう一回。さあシャガ大パンタイク。あー、さあ、あー、逃げていく。あー、当たらない。うわー、バックジャンプ。さあ、結局追いかけっこも強かったですね。警察官はやっぱ、はい、警察には逆らえないんですね、やっぱり。そういうことですね。さあ、全員逮捕でございました。さあ、ということで優勝は、友澤ゆうべが山本チーム優勝です。はい、おめでとうございます。じゃあ、写真の方撮らせてください。はい、
いや国家権力は伊達じゃないですね。はい、じゃあ写真撮りまーす。あ、ダメだ。ダメだ。警部は両替してます。いやー、ニュートン勝てないなー。え、顔出しはなしですか？じゃあ、後ろ向きでもいいんで。じゃあ、なんか適当に俺とヒデとかで撮りますよ。あ、ヒデやってる。警部が、警部どこにいる？あ、それでいい、それで。そう、そこそこそこ。早く早く。警部逃げないで。警部記念撮影だから。さあ、ちょっとね、あれですかね。容疑者は室井慎治的なやつですかね。あ、今のうち、ダメ。じゃあまあ、向こうにいますって入れてもらう感じで。あ、得意の仕事だと言ってるやつですかね。はい、OK です。はい、の試合は川島デイヒーでございますね。
Thank you.
Yeah!
you
Attack the burden! Attack the burden! Attack the burden! Oh, you get!
ね